どうも白石秀則です。2024年5月30日の木曜日でございます。昨日ですね、 BE:FIRST オフィシャル YouTube チャンネルの方で BE:FIRST ブンブンバック with アパートメントバンドバージョン、こちらの方公開されております。私ね、TVer と Hulu の方で、アパートメント B 追っかけで見ていまして、このブンブンバックの方も映像見させていただいてるんですが、めちゃくちゃかっこよかったじゃないですか。で、もちろんね、その時テレビ見れなかった、録画できなかった、もしかするとテレビ見る環境がない Hulu、TVer 見れる環境じゃないっていう方、まあ YouTuber 見れるよって方にはめちゃくちゃ嬉しいですよね。こうオフィシャルの方でこうブンブンバックを公開してくれるっていうのは、そして僕も嬉しい、共有できるから、画面と音をこう共有しながらみんなとこう同じタイミングでブンブンバックを見れるというチャンスをくれるので、めちゃくちゃ嬉しいです。ということで、ね、めちゃくちゃかっこよかったこのブンブンバックアパートメントバンドバージョン、これ聞いていきたいと思います。はい、せーの、ポチリ。めっちゃ歪んでんだよギターが。Come on, pro man. すげえ歪んでるギター。トランペットいいね。あ、トランペットいい。夢を見るまだまだ Never enough 絶叫の理由エマどんなかそれどくろくビジョンと違う分かってない。 You got the Yes I got the shine 分かる、この裏がある感じ。振り返るような余裕はない、響かせろよ Do or die。若干跳ねてるね。確かでもいい、信じるには十分さ。ソーシートさん、これワーミン使ってます。ウィーンウィーン、飛び道具系の音が好きなんで、ね、ソーシートじゃない、ソーシートさんね、ワーミン使ってた。ウィーンウワーウワー、あのレイジアゲンストザマシーンのね、あのギターがね、トム・モレロってね、ワーミンの使い手なんですけど、ウィーンウワー、オクターブブイーンって上がってウィーンウワーンってね、でもそうめちゃくちゃギターももう芯のないぐらいもう歪ましてて、めちゃくちゃそれがね合うのよ。やっぱりね、こう
バンド面白い。でね、みんなお気づきでしょうか、いつもねワイヤレスなんですね皆さんね。今回皆さん有線マイクでございますよ。これがねまたいいんですよ。やっぱワイヤレスには出ないね、あの音が出るんですね。はい、手話の58ですかね、使っているのは。はい、いや、めちゃくちゃいい。このノスタジックなこの絵の作りもかっこいいし、ちょっとこうシャッフルっていうか、あの塗りがある感じ、跳ねてる感じが、テレレテテテテンテレレテテテテン、めちゃくちゃいいな。これアパートメント B のこのバンドバージョンっていうのは定期的にこのね公式チャンネルで上げてくれそうな感じしません？だったら嬉しいなという感じなんですが、じゃあおかわりして、最後おかわりしてさよならしようと思います。ただただ私がおかわりしたいだけという噂もあります。箱型ギターめっちゃ可愛い。すげえ歪んでるから。このメンバーのこの順応性が高いところがまた BE:FIRST のいいとこだよね。オーケストラとやってもかっこいいじゃん。ちゃんとこのバックに合わせてくる。で俺なんかね、歌詞をこう一生懸命覚えるタイプじゃないんだけど、なんかね、シュンとか歌ってるこうワード結構覚えてるってことで最近気づきましたね。ブルーレッしっかり輪郭のあるギターの人も一人いるからね。だからソーシートさんがすごい歪ましてもすごく味が出る。どうぞ笑ってよ、知ってるから、Boom, boom, 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 boom.